番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。インコース1号艇のハモープですが、これはちょっと早いタイミング、一周一マーケへ向かっていきますが、スタートは判定中、スタートは判定中です。お手元の船券はどうぞ大切にお持ちください。ファンの皆様にお知らせいたします。このレースはフライングがありました。1号艇浜本選手はフライング変換決勝、1番浜本はフライング変換決勝です。従いまして1番浜本に関する投票権すべて払い戻し変換、お手元の船券は大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インコース1号艇木村、5、6コース5号艇中北、6号艇向井大スタート。一周の1マーク、陰線先手1号艇木村、まくりに行く3号艇魚谷、内まくり出し5号艇中北亮、その内から6号艇向井田、マーキーでバックスレッジ、魚谷のまくりをしのいだ。1号艇木村正義が先頭、リーダー2手審判、2番手争い外3号艇魚谷、内5号艇中北並走、スタートは正常。一周2マークの2番手争い、5号艇中北亮から握っていく6号艇向井田を回してから差しに回る3号艇魚谷香里の2番手争いは、内3号艇魚谷、外5号艇中北並走です。各艇がこれから2周の1マークに向かっていきます。2周の1マーク2番手争い、内から3号艇魚谷先に握っていきます。6号艇向井田を回して差す5号艇中北亮は2艇審判差の3番手、上位の体型1番3番5番で各艇がスリットラを通過してこれから2周の2マークに向かっていきます。2周2マークトップ1号艇木村、2番手3号艇大谷、3番手5号艇中北亮の順変わりません。上位1番3番5番、このまま決まりますと3連単は1番人気です。各艇が時計目を通過していってこれから最終周回の1マークに向かっていきます。0台少し入ったところから押し切り成功、1号艇木村正樹、最後のバックスレッジ2番手3号艇大谷、そして3番手3着条件5号艇中北、上位1番3番5番、おっと後方では2号艇加藤夏樹が転覆している状況。上位1番3番5番、後方6号艇4号艇の順、5艇が最終コーナー、3連単135は 6.8 倍となっています。ここでお知らせいたします。2号艇加藤夏樹は失格、2番は失格です。1番2番3番ダッシュ、4番6番5番です。スタートしました。2コース3コースがコースタート、2号艇栗原、3号艇三浦、ピンから先手1号艇谷口、3号艇4号艇バックストレッチへと入ります。各艇バックストレッチを走行中、後方アクシデントとなっています。なお第1レーススタートは正常です。レースはバックストレッチを走行中。お知らせいたします。2号艇栗原和馬転覆失格、2号艇栗原は転覆失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートまで残り3秒です。スタートしました。2コースが0台スタートは2号艇畑加藤から4号艇の松崎インから1号艇今度が先手、2号艇畑刺す、3号艇の面取りまくっていく、2番出しから4号艇の松崎展開割ってくる、5号艇の沢田で向こう正面です。踏ん張りました。絞り込んで先頭1号艇の近藤俊也、2番手の2号艇4号艇刺した2艇、一緒にコーナーの世界スタートは正常でした。トップ世界1号艇近藤、2番手コーナー競りかけて3号艇5号艇殺到する、握り合った4号艇の松崎と2号艇畑、オームに帰りました。おっと後方2号艇に約束達成となりました。先頭は1号艇近藤の後方、2番手4号艇の松崎、3番手は3号艇5号艇接戦でレースは2周目と移っております。ここでお知らせいたします。2号艇の畑直也、1周2マークにおきまして転覆のため失格となりました。1番2番3番4番6番5番となりました。3秒前です。スタートしました。センターで早かった。3号艇の萩原、4号艇の大池、現在スタート審議中、スタート審議中、お手元の投票券大切にお持ちください。3号艇の萩原、4号艇大池、早かった、現在スタートは審議中、スタート審議中となっております。
ここでお知らせいたします。3号艇の萩原智也、そして4号艇大池幸、3号艇萩原、4号艇大池ともにフライング変換欠場となりました。従いまして3番4番に関する投票権全て変換となります。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。アウト。1番2番3番ダッシュ4番5番6番の並び1秒前スタートしました。サンライズ Z 戦の第5レース、早いスタートありました。フライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。第5レースただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。3号艇寺島優、4号艇長島優一、3番4番はフライングのため変換欠場です。3番と4番に関する投票券発売額と同額で変換です。お手持ちの投票券最後まで大切にお持ちください。枠なり2対4のスタイルです。スタートしていきました。これは速いスタートが見られます。ただいまスタートは判定中です。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。確定無効証明抜けましたがお知らせをいたします。2番川野、3番森岡、フライング変換欠場です。2番川野と3番森岡、フライング変換欠場です。2番3番に関する投票券はすべて払い戻しいたしますのでお手持ちの投票券は大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。スロー成功スタート、インから1号艇原田、畑田2コース2号艇吉川、コースタートで一周1マークです。逃げる1号艇畑田、差しが2号艇吉川、アウトコースから握って4号艇内山でバックストレッチです。先頭は押し切った1号艇畑田、リードは2艇身、2番手2号艇吉川、差がなく3番手4号艇内山、その後ろ離されて3番5番接戦、最後方6号艇原田、スターター前提正常です。一周2マークトップで1号艇畑田が旋回、2番手2号艇吉川のアウトコースから4号艇内山方面取り返しています。後方では3号艇畑田付きアクシデント、6号艇原田エンストの模様です。2周1マークトップで1号艇畑田が旋回、2番手争いは内側から4号艇内山優勢、3番手2号艇吉川、上位体系は1番4番2番です。一周に枠ではアクシデントがありまして、3号艇畑田付き転覆のため失格、6号艇原田斎一郎エンストのため失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3コース3号艇マニュアル、2コース2号艇カナダ、4コース4号艇宮崎がいいスタート、2コースから2号艇カナダユキコがインの向かい田を叩いていきます。イン線くるりと1号艇向かい田、3号艇のマニュアル、そして4号艇宮崎が続く後方5号艇しのぎ、相川転覆か、なおスタートは正常でした。先頭2号艇カナダだけが抜け出している状況となっています。ここでお知らせいたします。5号艇しのぎ相川失格、5番は失格です。1番2番3番5番6番4番です。スタートしました。内側の5選手ほぼ揃った発進です。そのまま1周の1マーク、陰線先手1号艇後藤、引いて差しに構える2号艇平田、握っていく3号艇北振り込んで転覆、先頭1号艇後藤、2番手5号艇西野抜け出して、3番手現在4号艇上里、上位1番5番4番、なおスタートは正常でした。ここでお知らせいたします。3号艇北の横は失格、3番は失格です。1番3番2番4番5番6番です。
スタートしました。3コース2号艇高石里奈が踏み込んだトップスタートを決めています。そのまま1周の1マーク内側伸び返す1号艇中北亮が先に回っていく外前2号艇の高石、5号艇飯塚船が浮き上がって転覆してしまいました。内をついた6号艇北が2番手一歩優勢、3番手争い1号艇中北、3号艇永井、なおスタートは正常でした。ここでお知らせいたします。5号艇飯塚響きは失格、5番は失格です。1番、2番、3番、4番、5番、6番の進入です。選抜戦競争第10レース、スタートしました。1号艇トップタイミングの吉田和人、他5艇は並んだ状態か。吉田和人コーナー先手には余裕がある。3号艇、おっと2番3番絡んで5号艇外前に切り替えていたが、残念ながら3号艇にアクシデントがあった模様でありますが、1番2番塩キャラ2号艇手が刺さったか。デバタド1号艇吉田激戦状態、スターター前提正常。なお残念ながらお知らせいたします、3号艇の丹下選手が転覆アクシデント失格。1番2番3番6番4番5番です。スタートしました。2コースくぼんだ状態です。インコースから先に運ぶ1号艇ですが、センター3コースから3号艇のバスだが、一旦待ってまっくり出したいんですが外を行った。陰線1号艇静かでありますが、アウトを待って3号艇マスター内を刺して6号艇クレイ、これが抜けた。リードは判定心停心と6号艇クレイが先頭、2番手の末1号艇3号艇並走、アウトは3号艇マスター、インは1号艇静か、その順番手4号艇伊達、スタートは正常です。一周リマークの前傾2番手インから4号艇伊達が来る。1号艇静か外前です。刺して通って3号艇のマスターが旋回方面へ帰る。先頭リードは4艇進です。6号艇黒い達也、2番手の末1号艇3号艇接戦、インコースが3号艇マスター、アウトコース1号艇静から浮上対2周1マークの前傾です。内側から3号艇のマスターが2番手を先に運ぶ。1号艇の石塚が追走する。バックへ抜けるがショートっとっと水面に足をばれて激突後方、危ない危ない、そんなシーンも連れ合ってしまいました。アクシデントが発生です。お知らせいたします、1号艇の石塚転覆のため失格。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。バラついた状態、1コース3コース5コース3艇優勢、インコースから1号艇福島先行する。センターから3号艇の飯山が待てまくり出していく。外をぐーっと握り込んでいくのが4号艇の黒いバックへのゲルが先頭リードは一定シャンと踏ん張って、1号艇福島単独、2番手は3号艇飯山、内側から5号艇石倉陽光、1周リマークの前傾、スタートは正常です。外を抑える5号艇石倉、内に振って4号艇黒いが接近する。センター回って5号艇石倉、アウトを通って3号艇の飯山、ホームへ帰ったインコースから現在2番手2停止先行する5号艇石倉、アウト3番手3号艇山、台形は1号3となって2周目に入ります。2周1マークの先行4停止のリードは1号艇福島、2番手7号艇石倉、3番手3号艇飯山ついてバックスレッチへ抜けます。上位3艇1号3の並びです。そのかなり水が空きまして、4番手のポジションには4号艇の黒い、5番手6号艇今泉、最後方に2号艇の切り元です。2周リマークの旋回体制に抗する独走艇は1号艇福島スタンド側へ、2番手には5号艇石倉、3番手には3号艇飯山、3艇並び1号3の並びとなって前艇がこれより最終周回ラストラップに入ります。12レースドリーム戦です。おっと後方ではアクシデントが発生の模様であります。お知らせいたします、4号艇の黒井達也は転覆のため失格です。シリーズ2日目の攻防は序盤戦逃げとまくりが交互に飛び出す、そういった流れとなっています。これより迎えるカードは第5レース予選競争。なおお客様方にお知らせいたします、このレース出走予定でした1号艇浜本勇樹は視床病のため欠場、従いまして第5レースは1号艇を除く5走立てで行われます。1番2番3番4番6番5番です。3レース
スタートしました。センター勢、ゴルタドーさん、大手片岡、4号艇の川原、石の1枠、インクラス、先手は1号艇の前田、2号艇三村、さて、マクロワさん、号艇の片岡、切り込んでくる2番手から4号艇の川原で、5号艇梅原、6号艇片岡で向こう上面です。さあ、トップラ戦、陰線こらえました。1号艇の前田健太郎、アウトコース3号艇の片岡、内からは2号艇の三村、一緒にコーナーの世界スタートは正常でした。トップ世界1号艇の前田、2番手にくるっと2号艇の三村、握った3号艇の片岡、後方から打ち出すコート4号艇の川原ですが、どうでしょう、4号艇演奏状態か。先頭は1号艇前田の後方、2番手は2号艇、3号艇並走、レースは2周目、なお4号艇の川原現在2マークで演奏状態です。レースは2周目の1コーナーです。トップ世界1号艇の前田、2番手に代わっておつける3号艇の片岡を待って、さすは2号艇の三村、向こう上に入りますが、2番手は2号艇、3号艇マード接戦、インコース2号艇の三村、アルゴース3号艇の片岡、その後方水がいて6号艇の加藤、5番手5号艇の梅原、2マークエンスト艇がありますので、これを避けての旋回となります。先頭は1号艇の前田、2番手が2号艇の三村、3番手が3号艇の片岡となって、状態系は1、2、3です。ここでお知らせいたします。4号艇の川原弘明、一緒にマークにおきまして演奏のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。今スタートしました。1コース5コース0台スタート、1号艇町5コース5号艇の篠原出てきた、一瞬の1枠インから出て、1号艇の山口、まくったのは4号艇の横川、切り込んでくる2号艇の前沢で向こう正面ですが、押し切ったセットを1号艇地元山口達也、2番手で2号艇、4号艇選手から6号艇葛原が来る、その後5号艇篠原、3号艇の浦田、一緒にコーナーの世界優勝戦スタートは正常。2番手コーナーすりかける6号艇の葛原、さす2号艇の前沢握る、4号艇横川ホーに帰る、先頭1号艇山口達也、2番手一歩さばいて2号艇の前澤、3番手6号艇4号艇並走、レースは2周目の1コーナー、抜けた1号艇の山口、2番手は2号艇前澤、3番手6号艇の葛原先行し、つけて全速おっと4号艇が来て達成となりました。3番手6号艇の葛原上位の3名1、2、6、レースは2周にマークの旋回と向かっていきます。ここでお知らせいたします。4号艇の横川聡、2周1マークにおきまして転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びスタートしました。1番、2番が覗いたスタートになりました。中へこみの体型から出ていくのは1番と2番、1枠の旋回、逃げる1号艇の富田、刺す2号艇の山口、続いて3号艇の細川、先頭は1号艇の富田秀幸です。スタートは前提正常でした。逃げた1号艇富田を追い上げるのは2号艇の山口です。その後ろに3号艇の細川が続いています。これから2マークの旋回、まずはトップ1号艇富田、そのうち詰める3号艇細川、指してくるのは2号艇山口、握った6号艇の小野、先頭は1号艇の富田秀幸です。2番手が2号艇の山口、その後ろでは 1.6 番危ないシーンとなっています。レースは2周目、これから1マークの旋回です。2周1マークは1号艇の富田が先に回っていきます。先頭は1号艇富田でバックストレッチに抜け出しました。なおこのレースはホーム側でアクシデントです。これから2周2マークの旋回に移ります。なおこのレースは6番5の落水のため失格となっています。です。1番福田翔吾、2番佐藤浩、3番柴田恭介、4番坂本正義、5番原田才一郎、6番上雪春也、以上のメンバーで第2レース予選競争が行われます。
の皆様にお知らせいたします。第2レース1号艇福田翔吾周回展示中に転覆のため欠場となります。第2レース1号艇福田翔吾周回展示中に転覆のため欠場となります。ご了承ください。セード側スカパーゼ LC 杯ルーキーシリーズ第3戦シリーズ2日目の戦いは第2レース予選競争を迎えています。なお1号艇福田翔吾は周回展示中に転覆のため欠場となりまして5艇による競争です。1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。インから1号艇金山トップスタート、3コース3号艇高木、5コース5号艇畑田、スリット覗いて1周1マークです。逃げる1号艇金山、大きく振り込んだ3号艇高木にアクシデントとなっています。2番手は2号艇マドリ、3番手アウトコース5号艇畑田、インコースから4号艇中村です。1周1マークアクシデントがありました。3号艇高木啓太、転覆のため失格です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。ダッシュ勢が好スタート、角から4号艇飛びた、6コース6号艇高橋覗いていまして1周1マーク、ここもまくっていく4号艇飛びたですが大きく接触がありましてアクシデントとなっています。先頭抜け出しているのは6号艇高橋、2番手3号艇宗行、3番手5号艇国分、その後ろ1号艇吉川、2号艇中村と追走、なお4号艇飛田幸喜1周1マーク落水のため失格となっています。2番3番6番5番1番4番です。スタートしました。インコース2号艇北、3コース6号艇倉田、5コース1号艇谷口が好ダッシュ、1周の1マーク3コースからまくりに行く6号艇倉田、陰線小回り2号艇北、間まくり雑誌は5号艇の中澤、内側から3号艇加藤、1号艇谷口、カレンでバックスレッジ、谷口煽られて落水でしょうか。先頭は6号艇倉田、なおスターター正常でした。1周の2マークの旋回、6号艇の倉田郁美がトップターン、2番手3号艇の加藤、3番手争い外2号艇北、内5号艇中澤が並走状況です。ここでお知らせいたします。1号艇谷口カレンは失格、1番は失格です。1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。バラついたスタートです。4コースが優勢、伸ばした、出る、絞る、一気に攻めていく4号艇ラバンダ、アウトを待っていくのが6号艇坂野、振り込んでしまった、くるくるとスピン、危ないとアクシデント発生です。このスターター前提正常です。お知らせいたします。6号艇の坂野は落水のため失格です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。3です。スタートしました。6艇がほぼ揃って極端な差はありません。インコースがじわっと優勢、1号艇ロータが先行する、引いて入る2号艇ロバン、外へ行きます、3号艇ロースがまくり出しの伝生からバックへ抜ける、先頭リードに、おっと後方では水しぶきアクシデントが発生です。このスターター前提正常なスタートです。お知らせいたします。6号艇のエトは転覆のため失格です。
ボートレースと比べ4日間のショート決戦です。スポーツ日本杯争奪第38回予決戦、水面上はシリーズ2日目予選最終日の模様をお送りしてまいりました。今日のレースは着々進んでラストカードを迎えます。水面上第12レースの争いです。なおこのカード5号艇の寺本茂は全レース負傷のため欠場、したがって5選手による争いとなります。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。うちの両おっと外で5号艇伏瀬島は踏み込んだスタートでした。5号艇伏瀬島が踏み込んだスタート、逃げる1号艇中辻ですが、スタートは現在判定中でございます。投票権を捨てにならないよう大切にお持ちください。トップ1号艇中辻並びかける5号艇伏瀬島ですが、スタートは判定中。お知らせいたします。5号艇伏瀬島雄介フライング返還欠場、5番に関する投票権は全て返還です。投票権はお捨てにならないよう大切にお持ちください。進入はインから1番2番3番4番5番6番です。スタート展示の進入はインコースから1番2番3番4番5番6番の順で、4番と6番が出遅れでした。以上で第3レースのスタート展示を終了します。シリーズ3日目のボートレース2、水面上は第3レース予選競争の開始です。なおこの第3レース6号艇レース中予定でした宇佐美純選手はスタート展示中の転覆のため欠場となっております。菊池がゆっくり一つ内に入って4号艇の中光太がどうやら4コースになるか、5艇の競争2、3、5、4番、6番と5艇がバック側で並んでおります。開催初日5日間シリーズのボートレース琵琶湖対戦カードは第4レース予選競争。なおこのレース出走予定でした1号艇伊藤博明選手は過日号のため欠場です。さあシリーズの3日目の競争予選最終日の競争は前半戦で第4レース予選競争5艇で揃ってまいりました。5号艇の東司智仁欠場の一戦です。1番6番2番ダッシュ3番4番5番です。スタートしました。確定1周1マーケットも向かっていきます。現在スタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中となっています。現在スタート判定中となっています。お知らせいたします。3号艇佐藤大輔フライング返還決勝、3番に関する投票券は全て返還となります。お手持ちの投票券大切にお持ちください。2番3番4番5番6番です。
タートしました。第1レース1コース1号艇の後藤、そして6コース6号艇の山口がわずかに好スタート。1周1マークは1号艇の後藤がインから回っていく。3号艇の奥平がまくる。2号艇の田川がくるいと旋回し、4号艇の田添が差しハンドル。先頭は1号艇の後藤です。スタートは先手正常でした。逃げた1号艇の後藤、そして2番タルスイが4番、2番、3番です。1周2マーク、1号艇の後藤が先頭でクリア。そして2番手ですが、2号艇の田川大輝が外を思いっきり握ってまくってまくり切ってきました。単独の2番手に2号艇の田川、そして3号艇と4号艇、この2人は3番タルスイになりました。レースは2周目で入っています。2周1マーク、1号艇の後藤、2号艇の田川、1、2と回って、ここで2号艇にアクシデントです。アクシデントが発生してしまいました。先頭は1号艇の後藤、2番手は4号艇の田添、3番手に5号艇の野見山となっています。なお2号艇の田川大輝ですが転覆のため失格。2号艇の田川大輝は転覆のため失格です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第6レース3コース3号艇の古賀茂樹、わずかに好スタートです。1周1マーク、まずは1号艇の山川が回るところ、3号艇の古賀が握ってきましたが1番が抵抗する。インコースがらりと開きました。5号艇の片岡のまくり足と2号艇と4号艇の差しで行きます。向こう上面は先頭争い混戦になりました。スタートは前提正常でした。さあ4艇による混戦状態から1周2マークは2号艇の石永行く、握るは5号艇の片岡です。2番と5番候補は1号艇がだいぶ失速をしています。3号艇の古賀茂樹がインコースを差し込んできまして、ここはわずかに2号艇の石名明宏が先頭を優勢。食い下がっていく5号艇と3号艇という格好です。なお1号艇は演奏しています。なお1号艇の山川隆弘ですが演奏失格。1号艇の山川隆弘は演奏のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました。ほとんど差がないスタートです。揃った状態、1周1マークの攻防。1号艇の竹内が逃げる。3号艇の山口がまくる。2号艇の福田周平が差しハンドル迫ってきます。後方ではアクシデントが発生しました。アクシデント発生です。スタートは前提正常でした。なお5号艇の石木亮が転覆のため失格。アクシデントは5号艇の石木亮が転覆のため失格です。1番、2番、3番、5番、6番、4番です。スタートしました第9レース。外に行くほどこうスタートというか、ここは4号艇の森口はちょっと早いスタートでしょうか。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。ただいまのスタートフライング艇があります。4号艇の森口がフライングとなってしまいました。4号艇の森口はフライングため返還欠場。従いまして4番に関する投票権は発売額と同額で返還いたします。どうぞお手持ちの投票権は大切にお持ちください。